初心者を上達させる企画。この企画は初心者の方に実際にトータルギターメソッドをお使いいただいて上達する過程を公開する企画です。女子高生のめぐちゃんにご協力いただいています。前回まででクイックスタート編でギターの基本を押さえていただいて、テクニック編でギターの基礎技術を身につけていただき、スケールアルペジオ、ブルースフレーズ、ジャズフレーズが弾けるようになりました。今回からはリズムギター編に行きたいと思います。今回弾くのはリズムギター編の1番、トータルギターメソッドを開いてみてください。はい。トータルギターメソッドのリズムギター編は100コンテンツからなるんですけども、全て12小節からなっています。今回12小節全部やるのは難しいので、最初の4小節だけやってみたいと思います。今めぐちゃんは持ちながら弾くことはできませんので、ここにめぐちゃんのスマホと同じ画面が出ていますので、それを見て弾いていただきたいと思います。音符の上に書いてあるのが何て書いてますかね。アルファベット C。 そう、隣が G。 それで A。 そう、 M って書いてあるのは A マイナーっていうものです。 A マイナー、はい、聞いたことあるでしょ、なんかメジャーとかマイナーとか、はい、何もついてないのはメジャーなんですけども、はい、別になんて C メジャーってあまり言わなくて、もう C だけで OK なんですね。その次のやつは F。 そう、 F。 この4つを弾いていきます。クイックスタート編の時にあんまり F 弾かない方がいいですよって言ったのもすごく難しいからなんですね。で、今回はもしできなかったら飛ばしちゃいましょう。はい、じゃあ最初の C 押さえ方、これタブ譜の見方わかりますね。はい。何も書いてないところは何も押さえない。はい。で、低い方から32010ってあります。そのように押さえてください。最初は3ですね、5弦の3、はい、20開放ですね。はい。で、1は1フレット、はい、はい、で、1弦鳴らせますかね。鳴らない時はありますけど、そうですね、はい、綺麗になりました。じゃらーんと弾いてみましょう。はい、それを2回弾きます。じゃんじゃん、 OKOK、 はい、で次は G でやります。 G なんか0が多くて見にくいんですけども、320003ですね。薬指の方がいいんじゃないですか。薬指を押さえて、次中指でここを押さえて、で小指で、そうですね、そこ、はい、じゃん、綺麗になってますね。はい、これが G です。これも2回弾きましょう。じゃんじゃん。はい。で、次が初めて出てきた A マイナーというやつね。まあ、ちょっと暗い響きになるやつなんですけども、これは開放弦なんですけど、こう221って押さえます。中指。1。そう。で、じゃんと弾いてみて。そうそうそう。2回弾きましょう。はい。最後、これが難しい F っていうやつなんですけども、まあ、実際形こういう風になるんですね。これね、やると難しいので、最初薬指で5弦の3を押さえてください。うん。で、次その真下に小指、はい、3弦の2フレットに中指を押さえましょう。はい。そこだけ綺麗に押さえられたら、あと音鳴らなくても OK なんですね。ちょっとこの状態でこの3つ弾いちゃいましょう。トントントンと。そうで、この人差し指をここにベタッとつけるんですけども、これおまけだと思ったらいいです。音鳴らなくても心配ない。はい、押さえちゃいましょう。ギュッと、そう、はい、鳴りますように。はい、順番に弾いてみましょう。はい、押して、あ、弾ける弾ける弾ける。もう一回行きましょう。いけんじゃない、弾けてるよね。コードっていうのは押さえ方の練習、そしてストロークの練習を時間かけてやる必要がありますので、今からちょっと練習してもらいたいと思います。あ、楽譜には12小節ありますけども、それの最初の2小節だけ弾いてみたいと思います。私と一緒にカウント出しますので2小節弾いてみましょう。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。そして止める。そうですね。じゃあ次、私手伝いませんので一人でやってみてください。ワン、ツー、スリー、フォーって言ってからやってみましょう。はい、自分で、うん、ワン、ツー、スリー、フォー。で、止める。ゾーン。いいと思います。難しいですか？指痛いですか？大丈夫。 OK。この時点で可表現を使うコードと F が弾けるようになりました。次の動画では制覇をたくさん使ったコードを押さえていきたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。